ここ最近その姿を見ているはずだ。その名を言え。伊沢直樹、弟です。ふむ。してここに住んでいたもう一人の人物の名は。この奇妙な少年に紬の名を教えていいのか躊躇する。睦彦さんと顔を見合わせる。名前を知ることは相手の全部を知ることだと直樹が雑談の中で言っていたのを思い出す。いえ。凄まれた瞬間、ざわと突風のような恐怖が押し寄せた。全身に鳥肌が立つ。言わねば肝心な部分が見えん。思わず息を呑む。少年の睨む顔はさして迫力のあるものではない。俺は一体少年の何を恐ろしいと思ったのか。その不可解さが不気味だった。紬です。友瀬紬。恐る恐る紬の名を口にした。言ってからここに俺以外の人が住んでいたなんて教えてないよなと気づく。まあ、キエさんですからね。ふむ。キエさんは深くうなずくと辺りを見回した。ああ、大体のことが見えた。見えた？紬を殺したのは直樹の生き霊。お前が今日会ったのは直樹の死霊じゃ。死霊？ということは死んだのか。それじゃ直樹は。冷や汗が吹き出す。待て、こんな怪しいガキの言うことを信じていいのか。いきなり家に上がり込んで勝手なことを言ってるガキだぞ。仮に霊能力者だとしても部屋を見たくらいで何がわかると言うんだ。でもどうしてこいつは。俺が誰かに恨まれるようなことをしたと。それに紬が死んでいることを知っているんだ。病気か事故かはたまた自死かはわからぬがな。生き霊として呪い殺せるほどの憎悪があれば死後にお前のもとへ来ることも可能であろうな。どうして死んだんだろうね。とはいえ死者が聖者に関わるには取っかかりが必要。そのためにお前から声をかけられるのを待っていたのじゃろう。つながりを持ってしまったらもう逃げられぬぞ。家にか。じいさん。睦彦さんがおもむろに口を開く。黙って聞いてりゃ身内の不幸にかこつけて勝手なこと言いやがって。心霊詐欺の類ならもっとうまくやってくれ。なぜか睦彦さんはじいさんって言ってんだよな。見返りを要求するつもりはない。ただ救える人間を放っておきたくないだけじゃ。詐欺と言い捨てて何もせぬのなら今宵にも弟がお前を呪い殺しに来るじゃろう。キエさんを拒絶したい気持ちと直樹が恐ろしくてキエさんにすがりたい気持ちが葛藤する。俺の返事を待たずキエさんは自分のリュックサックを引き寄せて何かを取り出した。大量の短冊型の紙と筆ペンだった。20枚もあれば十分かの。つぶやいて文字だか図形だかわからないものをさらさらと書き始める。手慣れた様子だな。直樹が死んだのは7日前。あと42日をやり過ごすことができればひとまず命は助かる。合わせて49日か。この札を全部の戸と窓に貼れ。42日の間翔太はこの家を出てはならん。そして日が沈んでから日が昇るまでの間は全ての戸と窓を固く閉じておくのじゃ。決して開けてはならんぞ。もうフラグだった。そっちのお前も、日没から夜明けまでの間は決して離れを訪れるな。一つでも違えば、お前の命はないって感じかな。キエさんは脅すように俺を鋭く睨んだ。命はないぞ。無言でうなずくことしかできなかった。怖いっすね。
隣町の何がしという宿に滞在するから、何かあったらすぐに呼べ。すぐ近くにね、滞在してくれればいいのにな。キエイさんはそう言って離れを去っていった。宿泊施設がないのかな、この辺りには。翔太、どういうことだ。離れに二人になると、睦彦さんは低い声で俺に聞いた。弟が恨んでる？お前、紬を連れてくる前に何をしてきたんだ？話せ。無表情で凄まれて、俺はとつとつと話し始めた。親に捨てられ、直樹と二人で暮らしていたこと。直樹を一人で守ることに苦痛を感じていたこと。紬と会い、直樹を置き去りにして今の町にやってきたこと。紬の墓参りをした帰りに直樹と会ったことを話した。まあ生きてないがな。睦彦さんは目を向いたり渋い顔をしたりしながら、俺の話に耳を傾けていた。そうか。話が終わると、睦彦さんは神妙な面持ちで床を睨んだ。そんなことがあったのか。睦彦さんの心中がわからなくて、俺は何も言えなかった。俺と睦彦さんは半信半疑ながら手分けして札を貼り付けた。家中の戸と窓に札が貼ってある光景は、いかにも幽霊屋敷という雰囲気を醸し出していて不気味だ。睦彦さんは一言も口をきかなかった。空気が重い。明日の朝に来ると言って睦彦さんが離れを出て行くと、思わずほっと息をついた。安心するのは早いか。これからだぜ。窓の向こうを見上げる。夜の帳が降り始めていた。寝てやり過ごそうと、辺りを消して布団をかぶった。しかし、なかなか眠りにつけない。俺は落ち着かない思いで天井を見上げる。日が落ちてから結構な時間が経った。そろそろ日付が変わった頃だ。本当にこんなことに意味があるのか？そもそもあの少年が霊能力者って本当なのか？やたらと迫力があるからつい従ってしまったけど、ちらちらとキエイさんへの疑いが湧き始めた頃、耳鳴りがした。足音。外で音がする。それがゆっくりと近づいてくる。足音は玄関の戸のあたりまで来るとピタリと止まった。思わず息を潜める。兄さん、おかしいな。兄さん、ここにいるはずだよね。ねえ、開けて。この戸を開けられないんだ。家の鍵でもなくしたかのように整然と何ら変わらぬ声で頼んでくる。どうして開かないのかな。寂しそうな声の後、また足音が聞こえる。俺はとっさに壁際へ寄った。窓から自分の姿が見えないよう体を縮込める。足音は俺のいる部屋の反対側へ向かってゆく。この窓も開かない。兄さん、いるの？いるなら開けてよ。なんで開かないの？これじゃ兄さんに会いに行けない。会いに来て何をする気だよ。家の周りをぐるりと回って、足音はついに俺のいる部屋の前までやってきた。兄さん、本当にいないの？ねえ、お願い。すぐそばで窓が揺れる。恐怖で荒くなりそうな息を必死で抑える。呼吸や心臓のかすかな音でも気づかれるんじゃないかと気が切れない。
身代ぎ一つせずぎゅっと縮こまる。早く諦めろ。帰ってくれ。ここには誰もいないぞ。だから、早く、早く。必死に祈りながら、直樹が立ち去るのを待つ。にわかに窓を揺らす音が止んだ。諦めたのか？念のため、俺はしばらくそのままじっとしていることにした。永遠かと思うような時間が流れてゆく。窓を揺らす音も、足音も、何も聞こえない。時々、ザーッと木々が風に揺れる音がする。その度に俺はびっくりとし、すぐに風の音だと気づいて息をつく。今までの出来事がすべて夢だったんじゃないかと錯覚するほど、静かで穏やかな夜だった。とてもとても長い時間が経ち、俺は次第に、もう大丈夫か、と思い始めた。諦めて、消えたのか？きっとそうだ。ここに俺がいないと思って消えたんだ。キエイさんのお札のおかげか。俺はようやく安堵して窓の方を見た。なんだ、いるじゃない。見つけた。隠れるなんてひどいよ。兄さん、ここ開けて。俺ね、兄さんが欲しいんだ。ほんの少しの血や髪だけじゃ全然足りない。だからちょうだい。髪と血と爪と腕と足と耳と唇と目玉と脳と骨と内臓と。それがないと寂しくて我慢できないよ。だって兄さん、俺を置いてどこかに行っちゃうんだもん。友瀬紬って人と一緒に。すごく寂しい。死んじゃうくらい寂しいんだよ。兄さん、どうして？どうして嘘をついたの？必ず帰ってきてくれるって信じてたのに。よくも騙してくれたな。絶対に許さない。泣いたって謝ったって許すもんか。なんで。やめろ。頼む。帰ってくれ。助けて。早く終わって。助けて。気がつくと窓から朝日が差し込んでいた。俺は四つん這いで窓の下まで行き、外を恐る恐る覗いた。外には誰もいない。窓を開けてみる。風が吹き込む。夢だったのだろうか。地面を見下ろしてみる。そこにはくっきりと足跡が残されていた。幽霊なのにね。見れば家の周りをぐるりと囲うようにして足跡が伸びている。夢じゃない。俺は弾かれるようにその場を離れた。押し入れから古い工具箱を取り出す。離れを片付けた際にもらったものだ。震える手で箱を開け、一本の霧を手に取る。それで柱に1と刻む。あと41日、あと41回も。あんなのに耐えなきゃならないのか。